です。ワン、ツー、スリー、フォは水色バニラ色工事現場のクレーンの音で目が覚める。洗濯機を回しながら炊飯器に米をセットする。天気がいいけど出かけないよ。お金はないけど困らないよ。僕らの暮らしは六本木ヒルズの400分の1。だらだら過ごしたオレンジ茜色、とりあえず多摩川へひとっ走り。日頃の運動不足とタバコの吸い過ぎと沈みゆく夕日に飛び乗る蛍光線。果てはないのさ、気の向くままに。終わりはないのさ、星空と真夜中の人間模様に口ずさむ歌は考えがちな僕らの未来に、でたらめな路線図を描くのでした。わけなどないからやめないよ。意味などないから4万分の1。私のスケール、一体あなたの何分の1。こんばんは、風見君と申します。どうぞよろしくお願いします。今日はですね、僕たちの企画ということで、トップバッター内藤泰斗さん、井上康夫バーガーさんと、楽しんで、いただけておりますでしょうか。どうでしょうか。誠に誠実ながら大トリを務めさせていただきます、主催の風見鳥でございます。改めましてよろしくお願いします。
はい、じゃあですね、2曲目はちょっと賑やかな曲を、歌いたいと思います。僕が家族に向けて書いた曲です。家族といっても父ちゃん母ちゃんとかじゃなくて、僕のルームメイトに向けて書いた曲です。僕28歳なんですけれども、いまだに寂しくて一人暮らしができません。そんな友達に向けて書いた68番地というちょっと賑やかな曲を聴いていただければと思います。わっ
ありがとうございます。楽しいっす。風見どりです。ありがとうございます。今日は、何を話そうと思うんだけど、すごい嬉しいことがたくさんあって、やっぱ太藤さんと安尾さんとずっと一緒にライブやりたいなと思って、なんかようやく念願かなって。で、その中でも特に僕、嬉しかったのが、先輩が僕らすごい、ちっちゃい、企画なんですけど、すごい一生懸命皆さんも先輩が宣伝してくださってて、ツイッターとかで、安尾さんはですね、ちょっと読み上げます。安尾さんは、安尾さんのアカウントと安尾さんの宣伝のアカウントなんですけど、宣伝のアカウントの方で、超絶かっこいいタイトさんと可愛い後輩風見さんとスリーマンですって書いてあって、今日もう超安尾さん の告知に俺らようやく乗ったかと、今まず一つ目すげえ嬉しかったっす。で、二つ目タイトさん毎日宣伝してくださってて、すごいなんか豆で優しい先輩だなと思ってて、で、その中で面白いツイッターがあってですね、つぶやきでエルトピートでいいんじゃない、築地とか豊洲とか行ってるけど3月25日までって書いてあって、あーすげー嬉しいなーって。政治ネタ入っちゃいました。大丈夫。これがエルトピートです。ステージの上では政治の話と宗教の話と野球の話はしてはいけないというのが鉄板なんですけど、ついね、エルトピートではね、やってしまいがちですね。僕は広島カープファンです。はい、大丈夫でしょうか。はい、じゃあですね、次に高校生の時に書いた、ずいぶん昔の、もう思い返せばずいぶん昔の曲なんですけれども、高校生の頃に書いた曲を一曲歌いたいなと思います。 OK、 何ですか。空の歌という名前の歌です。聴いてください。 1, 2, 3, 1, 2。La la 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 la
ララララン、ララララ。メンバー紹介をします。ピアノで、サポートに入ってくださっているのがですね、最近いつもやってる、いつも一緒にやっているんですけれども、ジョニー笹川さんです。ジョニー笹川、よろしくお願いします。前にいる僕たち2人が、風緑という名前で高校の頃からやってまして、今日はですね、笹川さんを加えた笹緑編成で、やっております。最後までよろしくお願いします。笹緑もそろそろ定着させましょうか。ちょっと今回の告知には風緑アンカッコ&ジョニー笹川っていう風に書いてあってな、ね、そういうまでじゃねえかって最近思ってきて、ちょっと定着させようと。カッコアンドジョニー笹川、カッコ閉じ。ちょっと先輩に失礼なんじゃないかとちょっと思い始めたんで、ちょっと、ね、次に歌う歌は、ですね、僕大学生の時に日高屋っていう、ラーメン屋でアルバイトをしていたんですけれども、その時に、作った、青春ですとか汗と涙とかいろんな思い出があるので、その歌を、歌いたいと思います。僕が唯一うまく作れなかった日高屋のメニューがチャーハンなんですよ。なんで、曲名が未熟なチャーハンっていう名前です。日高屋って今炊き込みご飯で、炊き込みで作ってそれを、卵を混ぜるだけなんですけど。そうなの？そうなの、そうなの。昔これ言っちゃダメだよね。それエルトピートだけだからなんだけど、昔は僕日高屋調布北口店っていうところで働いて、そこは、なんていうか、会社のなんていうか方針から外れて、ちゃんと自分でチャーハン振って塩と胡椒で味をつけてたみたいなのがあって、今も どうやら今炊き込みご飯になっちゃった、大人の事情で炊き込みご飯になっちゃったみたいなんですけど、なんかそれでちょっといろいろなうまく作んねえなみたいな、ちょっと思い出の歌を歌ってみようと思います。未熟なチャーハンという歌です。よいしょか。いやいや、わー、そうなる日高屋トーク北口でアルバイト歴3年、払い歴も3年、人と餃子は片付けせてうまく焼けるようになったし、少しずつ中華鍋も焼いてもらえるようになった。基本時給は950円、時給が上がってプラス20円、深夜の部屋で値段割り増しで
早豆腐北口店、仕事上がりの楽しみはお客が忘れたヤークマージン、そして同期の皆さんからもらうマルボロメンソール、君からもらうタバコがこの世で一番うまいよ、なんちゃって。後輩の腕を振る時にもらう、朝まで語るのが楽しみで、仕事が終わるとずっと酒の会議、近所の自由へ、そうだぜ、こっちの発動手で乾杯、失敗惨敗の面接忘れる、あの頃はこれから僕がどう生きていこうとかもうまくまとまりません、僕が不器用すぎるのか、はたまた友人がダメなのか、なければまっすぐ生きてやるんだ自分の信じる道を、いつかあなたもたベイボーイで僕の未熟なさ、大学の頃に書いたバイト時代の思い出の曲なんですみたいな感じで話させていただいてるんですけれども、ね、僕たち普段は平日はサラリーマンをやっておりますと、もう普段はもう平日月曜日から金曜日まで普通にもう普通の会社に勤めておるわけなんですけれども、まあ、サラリーマンなんで、同僚とかいるんですよ、サラリーマンなんで一緒に働いてね、でサラリーマンなんで、女性の同僚とか女の子の同僚とかいるんですよ、で会議とかで一緒になったりするんですけど、まあ、ちょっと仕事なんでこっちもちょっと熱くなっちゃうことがあるんですよね、エキサイトしちゃって、お前さ違くねみたいな、それ絶対違くねみたいな話をになっちゃうんですけど、まあ、そうなると当然僕が悪いくなるわけですよサラリーマンで、ね、男なんでね、あれはお前なかったよねみたいな時に、なんかその会議の場では誰も何も言わないのに、終わってからなんか飲み会の時とかにお前あれはねえよみたいな話になるんですよ、でこれ良くないなと思って、良くないね、良くないね、これ全然良くないなと思って、ちょっとやっぱり普段からね、いい関係を築いておけば、まあ会議でエキサイトしちゃうけど本当はいい人だよねみたいな感じになるかなと思って、ですね、まあ女性の細かい変化に気づける男になると思ってます。うわ難しいな。なので、あちょっと髪型変えましたとか、ね、髪切りましたみたいな、ね、そういう話をすると、いや髪切ってませんみたいな話になる。一番あるね。いや勘違いですみたいな話になるんですけど、まあその何が言いたいかって、その細かな変化に気づける人ってすごく大事ですよね。まあ素敵ですよね。ということで僕は1週間前にメガネを変えたんですけど、純平くんが全然気づかないんですよダメだこれだね本当だ変わってる今本当だマジで変わってる本当だあれこの前おかしなジョン・レノンみたいな、そう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 しかも結構変わってるんですよ、銀縁の丸縁から割とねメガネかけてるから分かるでしょ、なんか違いがさ
そうね。だからまあそんなやつと仲良くやっております。風見鳥でございます。引き続きよろしくお願いします。はい、じゃあ次の曲に行きたいなと思います。僕が一番最近書いた曲です。ハッピーエンドの途中という名前のですね、人生山あり谷ありありますけれども、最後死ぬ時にいい人生だったので終われば、それはとても幸せなことなんじゃないかという気持ちを込めて作りました。ハッピーエンドの途中という名前の歌です。よいしょか。ワン・ツー・ワン・ツー・ワン・ツー・スリー・フォですね、今日は
本当に僕たちの企画に集まっていただいてご来場いただきまして本当にありがとうございます。皆さん土曜日の夜とかねめちゃめちゃ予定あると思うんですよ本当に。なのに本当にありがとう、本当に集まっていただいてありがとうございます。ちょっとだけお話させていただきたいんですけど、今日のですね企画を気が決まったのが2ヶ月ぐらい前ですかねに決まって、まあ太斗さんと安尾さんとやるってなった時に俺たち何番目にやろうって話をしたんですよ。でいつもは僕たち年の順に決めてるんですよね。後輩なんでやっぱ一番最初にやって安尾さんとか太斗さんをなんか酔っ払いながら見てるのが、ね、僕たちも楽しいんでやろうかって話をしてたんですけど、今回はですねちょっと最後にやりたいんですって話を2人でして、で、まあ、安尾さんとかがですね太斗さんとかがですね本当に僕たちのことを可愛がって後輩として可愛がってくれているんですけれども、なんかですね悔しくなる時がたまにあって、なんかああなんか可愛がってくれてるけどなんかミュージシャンなんかミュージシャンとしてもうちょっとなんかいいよねってなんか思わせたいなみたいなのがですねちょっと僕たち悔しくて、ちょっと今回はですね最後にやらせていただきたいなというふうに思ったっていうのがあります。今日はですね日本全国いろんなところで多分ライブやってると思っていて、家に帰ればですね YouTube でミスチルとかユズとか見れるんですけれども、足を運んでいただいて、わざわざ足を運んでいただいて僕たちのイベントに来ていただいて本当にありがとうございます。最後の曲です、カラスマダイアリーという曲でお伝えしたいと思います。ありがとうございました。星を見上げて一人コンビニの帰り道、右手に握りしめた携帯はまだ鳴りません。机の上にはいつも二人笑顔の写真立て、そうだ君も遠い街で頑張っているんだ。なんだか突然涙がこぼれそうだぞ。窓の向こうの東の空に泣き声は届かないけれども、そうだ僕はこの街にやってきて、追いかけて追いついてやるって決めたんだ。あの4月12日一日かけの桜に誓ったよ。来年の春眠れないまま奈良街道午前4時、ノートと雑誌と参考書は頭の中かカバンの中か、始発前地下鉄駅横のバス停のベンチに座り、夜が明けたばかりなのに明日のことを考える、考えすぎなのかな、誰かに電話でもしてみようか、知らぬ行く空傾く月が冷めたコーヒーを照らしている、どうしてもどうしても伝えたいことがあったから、世界遺産のてっぺんで叫んだんだ。あの5月25日書きかけの手
でした。最近作った歌を最後にやって、できたってほやほやの昨日歌詞が完成したぐらいの曲なんですけど、歌いたいなと思ってまして、で曲のタイトルが、久しぶりのギターっていう歌で、さっきあの、1番目に太一先輩が歌った時に、ギター弾いたりとかそういった理由はないとか、そういった欲しがるものも何もないとか、なんかそういったの気持ちで、僕もこう1週間こうギター持てなくて、こう久しぶりにこうギター持ったら、なんかすげえ救われたな、楽しかったなとか、なんかそういった気持ちがをこうギュギュギュッとちょっと書きたい思いがこうあって、ちょっと昨日ホッとできたので、ちょっとそれを最後にやって終わりたいと思います。久しぶりの曲ギターという曲です。すいません、ありがとうございました。最後に聴いてください。今日は久しぶりのギター、なんだかコードがぎこちない、拙いリズム刻みながら、昔の感覚取り戻す。今日は一週間ぶりのギター。ところでお前はご機嫌かい？ベランダの向こう青空にでたらめなメロディー並べるのさ。昔は毎日弾いてたけど、最近は毎日弾けちゃいねえな。だけど僕はやめてしまおうだなんて思ったことは一度もないんだ。今日は一ヶ月ぶりのギター、いよいよ指先が柔らかい。生活の隙間アイロンがけと傍らでつまびくアルペジオ。
最後に今日の出演者を紹介します。まずトップバッター内藤泰斗さん、ありがとう。そして2番手井上康雄バーガーさん、ありがとうございます。そして最後に風緑でした、どうもありがとう。ありがとうございました。物販コーナー